ペータル一世はセルビア王国の国王にして初代セルブクロアートスロベーン王である。ペータルはベオグラードでセルビア公、アレクサンダル・カラジョルジェビッチと皇妃ペルシダ・ネナドビッチとの間に生まれた。セルビア公、アレクサンダル・カラジョルジェビッチは1858年に退位しータルを連れて現在のルーマニアに亡命した。若いペタルは国外生活の大部分を フランスで過ごし、フランスで教育を受けて、フランス陸軍に入隊し際した。彼は1883年に、モンテネグロをニコラ一世の王女ゾルカと結婚し、1884年に、イエレナ王女、1886年に、ミレナ王女、1887年に、ジョルジェ王子、1888年にアレクサンダル王子、1890年に、 アンドレー王子ら5人の子供を設けた。内ミレナ王女は1887年に1歳で、アンドレー王子は1890年にゾルカヒと共に出産の時に溶接した。1903年にセルビア王アレクサンダル一世と王妃が軍事クーデターで殺害されると、ペータルはセルビアに戻り、同年6月11日にセルビア王に退官した。 西欧で教育を受けたペータルは、西欧型立憲君主制を創設するという目標のために、セルビアの自由化を試み、ジョン・スチュアート・ミルの自由論をセルビア・クロアチア語に翻訳し際した。ペータルはバルカン戦争に伴う病気のために引退し、行政権は息子アレクサンダルに譲られた。ペータルは第一次世界大戦中、軍隊視察のために、 時折残酷を訪問したが、それほど活動的でなかった。1915年、当時71歳のペータルは、訪問中にライフル銃を取り、敵兵を撃つ事態に巻き込まれたことがある。ペータルが公に姿を現したのは、彼がセルブクロアートスロベーン王となった1918年12月1日が最後であった。ペータルは1921年、 ベオグラードで77歳で放御した。ベータル一世の長男のジョルジェ王子はその法廷推定相続人だったが、彼はカッとなって使用人を蹴って殺害するという事件を起こし、1909年にやむを得ず多い継承権を放棄して弟のアレクサンダルに譲渡した。ベータルは軍事的背景による謙遜さゆえに長く記憶されている。彼は 知性の真中非常に人気があり、依然セルビアで最も人気のある指導者の一人である。彼の子供たちは大人になってからヨーロッパ事情で重要な役割を果たした。アレクサンダル一世は西欧に同調し、ユーゴスラビア人の民族アイデンティティの育成を促進した。母を幼くして亡くしたイエレナ王女は母方のおばたちにより、ロシアで養育され、ロシアの皇族、 ヨアン・コンスタンチノビチコーと結婚し、グリゴリー・ラスプーチンにアレクサンドラコ号を紹介した。ありがとうございます。